ASEM 参加国、機関アジア欧州会合は、アジアと欧州における経済、政治、文化などの分野の対話と協力のための会合である。アジア欧州会議と呼ばれることもある。1994年、シンガポールのゴーチョクトン首相が、アジアと欧州の関係強化を目的とするアジア欧州サミット構想を、フランスのエドゥアール・バラデュール首相に提案し実現。 1996年3月に第1回会合が行われ、アジア側からはアセアン7カ国と日本、中国、韓国が参加。欧州側からは EU 加盟国15カ国と欧州委員会委員長の参加でスタート。並行して外務、経済、財務、環境、移民、科学技術の閣僚級会合も行われている。2004年からアジア側はカンボジア、 ミャンマー、ラオス、欧州側では EU 新規加盟国10カ国が参加。2006年からアジア側はインド、パキスタン、モンゴルの3カ国とアセアン事務局の1機関、欧州側はルーマニア、ブルガリアの2カ国が参加。2010年の第8回会合からオーストラリア、ニュージーランド、ロシアが新たに参加するようになり、2012年からは バングラデシュ、ノルウェー、スイスが加わり、現在は以下の49カ国と2機関で構成される。首脳会合は2年に1度アジアと欧州で交互に開催される慣例となっている。ありがとうございます。